たびは、私の軽率な行動により、多くの人に多大なるご迷惑をおかけしたことを、深くお詫びいたします。このような軽率な行動に至ってしまったのは、私の未熟さが原因だと思っております。もっと自覚のある行動を取らなくてはならないところを、今回はあのようなことになってしまいまして、大変反省しております。このことは、誤って許される問題だとは思ってはいないんですけれども、でも本当に本当に心の底から反省したので、もう一度だけチャンスをいただきたいです。今回は本当に申し訳ございませんでした。またどのようにして、今回のことの責任を取ろうかといろいろ考えたんですけれども、一応今後当分の間、このチャンネルの収益をすべて寄付させていただこうかと思います。やはり自分がもらっていいものではないので、寄付することにしました。はい、寄付したお金、寄付すればね、すべて許されるとは思っていないんですけれども、でも、とりあえず言葉で言うよりも、まず行動をしないことには、信頼を回復することはできないと思いましたので、収益はすべて寄付させていただきます。そのような行動を通じて、今回ご迷惑をおかけした多くの皆様にも、認めてもらえるまで、認められるというか、許してもらえるようなことではないと思うんですけれども、とにかく今後の行動で、僕のこれからが決まっていくと思いますので、今回のことを真摯に反省し、寄付することにしました。はい、深く反省しております。やはりこのようなご時世で、みんな頑張ろうとしている中、私がしたことはやはり到底許されるものではありません。多くの人を僕は今まで傷つけてきました。お父さん、お母さん、妹、おじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん、ひいひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん、母方のおじいちゃん、おばあちゃん、母方のひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん、父方のひいひいおじいちゃん、ひいひいおばあちゃん、隣町に住んでいる元くん、高校の友達のまさしくん、中学の陸上部で一緒だった、そうちゃん、けんちゃん、みっちゃん、よっちゃん。大学のサークルで一緒だった、ともちゃん、ゆうちゃん、しゅんくん。いつも買いに行ってる、八百屋の、げんいちろうさん。焼肉屋の、小林さん。習字の先生の土屋先生、幼なじみのけんちゃん、よっちゃん、よっちゃんさっきも言ったな、まあいろいろな人の、いろいろな人にご迷惑をかけてしまいました。本当に申し訳ありませんでした。一応今回私がいたしたことは犯罪ではないんですけれども、まあ犯罪と同じというか、犯罪ではないんだけども、まあ人としてどうかと、
人として許されないということですね。猫としてなら許されるかもしれないですけど、犬としては微妙だけど、まあ、人としては確実にアウトっていう、まあ、熊だったら OK だったかもしれない、まあ、そんな感じなんですよ、うん、だから寄付します、はい、全部寄付します。もう僕はもう1円もお金を使いません。もうこれからの人生、僕今26で、僕って言っちゃった、すみません、僕っていうのはこういったフォーマルのまでは不適切でした、私今26歳で、まあ、160歳まで生きるんですけれども、残りの134年間、うん、そうなんですよ、私地頭がいいんで、地頭がいいからね、26歳で残り160年間生きるって言った時にね、瞬時に133歳生きるって、あ、間違えた、134歳だった、134歳生きるって、ね、計算できる地頭の良さがあります。でも本来この地頭の良さをもっと社会のためにね、使わなければいけない、なのにもかかわらず悪いことに使ってしまった、うん、その頭の回転の良さをね、悪いことに使ってしまった、うん、ホリエモンと同じことをしてしまいました、うん、というわけでね、まあ、まず私が真っ先に謝らなければいけないのは、八百屋の源一郎さんだと思います、はい、まず八百屋の源一郎さんに真っ先に謝りに行きます。でその後に、よっちゃんに謝りに行きます。その次が視聴者の皆さんっていう形で、うん、一応謝らなければいけない人がいっぱいいるので、順位付けをねしました。本来順位付けをするなんて本当やってはいけないことだと思うんですけど、でもそうしないといけないというか、うん、やはり命は平等ではないということですね。命って平等じゃないですよね、うん、だってさ、もしもだよ、猫がいじめられてますとか、猫が虐待されてますっていうことを聞いたら皆さんどう思いますか？許せないって思いますよね。かわいそうって思いますよね。私もそう思います。猫をいじめるとか本当に許せないと思います。でも、ゴキブリが出たから殺しましたって聞いてどう思いますか？当然だと思いますよね。だから命って平等じゃないんですよ、うん、だから私も順位付けします。平等じゃないんですよね、うん、例えばさ、ゲームをやっててこいつが出てきたらどうしますか？もう一撃でやっつけますよね。もうそこに躊躇とかないですよね。もうゲームやっててこいつが出てきた瞬間、うん、もうすぐ攻撃ボタン連打して対峙しますよね。そういうことなんですよ。命は平等だとかね、綺麗事言ってんじゃねえよって話なんですよ。やっつけますよね。でも僕って言っちゃった方、私の、これ面接でもやるんだよな、たまに。僕、あ、すいません、私のっていうの、今まで何回もやってるんだけど、そうなんですよ。ドラクエのね、すごいいいなって思ってるところが、ドラクエって絶対に殺したって言わないんですよね。やっつけたって言うんですよね。そういうところをなんかちょっと日本語の表現の奥深さをね、感じました。っていうのはどうでもよくて、やはり今回私が出したことは、まあ、人として許せないという、まあ、猫だったら許されるかもしれない。犬だったら微妙。うん、熊だったら絶対許されてる。人としては許されないということを、してしまったので、本当は謝って許されることだとは思っていないんですけども、真摯に反省して、全部寄付します。はい、全部寄付します。どっかに寄付します、はい、というわけで今後ともね、ぜひともこのチャンネルをね、よろしくお願いいたします。この度は本当に申し訳ございませんでした。はい、カット。